初めて来ました白瀬公園でございます。315線からちょっと中に入ったところやけどね、ここに公園があるということはね、ナビで表示しますからね、昔から分かってたんやけど、あれ古墳かね、あれ古墳、ちょっと行ってみましょうか。あら、古墳にはなぜ、古墳やけど、これ何も書いてないけど、ここは公園になってますね。公園、遊具もありますね。誰もいないけど、ああやっぱ違うか。あれこんな広かったの。失礼しました。もっと狭いに見えてきたんだけど、この広さでございます。これはあの奥までということは5、600メートルあるね。この広さやからね、運動場になってるけどひどい。中には入られんのかね、これ運動場は。ああ入られんな。ナビで見ると池があんねんけどね、池が見当たらへんだけど、何か所も池見えんだけど、ほらここも運動場や。ほらこっちも広いね。旗がいっぱい立ってるよ。何かやってんのかね。あら雨がパラパラやってきたね。あかんか、持たんかいこれ。あビリッと、なんだ今の、ビリッと。そんなあれ持ってたかね。ものすごかった今のビリビリッと。ハスの花でございます。もうあれはあの実がなってるということは花が終わったということやな。もうちょっと早いんだな。そういうことではもうちょっと早すぎたよな。いや遅すぎたんか来るのがね。そこに古墳が、また古墳みたいなのがあるんやけど、出ればへんかここから。ああ出れんな。太陽水鳥粒子施設。ちょっともうちょっと簡単に、あの簡単にやってもらわんと。こういうんじゃなかったんですこれね。これ東の端かねこれは。あらスズメが、これスズメちゃうわ、これなんだこれ。なんだこれ。これは日本の鳥じゃないね。これはなんだこれ。すごい数やけど。いやー5、60羽おるけど、向こうには鳩、これ鳩もなってるけど、なんだねこれ、なんだこの子たちは、なんちゅう名前は、なんちゅうのやな。あすごい数おるんだけど、これずーっと、10、20、30、40、4、50羽おるけど、もう雨が降ってきたからね、回られへんね。ダメですわ。ちょっと強くなってきたね、雨が。で、ここの池と、こっちの池やな。あ、こっちもハスや。ハス池でございます。何？バーベキュー禁止でございますか。はいはい。こんな広いにバーベキューぐらい出してよ。大阪府の講演家の人たちよ、ちょっと考えなはれ。いっぱい空いてますやんか、この人なんか、これね、この辺でもいっぱい空いとるし、講演の考え方が間違ってますね。みんなが遊んでなんぼやって、施設利用するのに金がいいんだ、金取ったらええがね。ああこれ歩けんな。
まあそこであるからね、そこまで歩かなきゃね、ここずっと歩けんだよ、ハスの花の中を。これ今からまだハスの花咲くんだ。ハスの真ん中歩けるからね。いや歩けるからね。いやどこ行ってもあのね、草刈り機の音をよく聞くわ。あ、平日やからね、いつも平日やから、あの草刈り機の音がね、どこ行っても聞くんで、これいかがいいか、あの上の方がいいか、上上がってるか。ほら、横住宅街です。これぐらい広いね、この道は。あら、これ広いわ、びっくりしました、この広さ。一面ハスの花でいっぱいで、これこれ見たかね、京都のところ見たけど、あれこんな広いのなかったな。これの3分の4分の1ぐらいしかなかったかしらな。そりゃすごいわ、この広さは。ほら、広いですよ、この公園は。これ、どう回ってしまうかね。これじゃあ、最初どこから入ったの？こっから入ったよな、こっから。こっからずーっと行って、で、こう回って、で、こう来たんだ。ほんで、ここのとこ行かんと、ここ行って、ここを回ってしまう。で、こう回って、ここが。いや、ほら、広いわ。ね、ちょうどど真ん中はね、仙北高速鉄道が走ってるんで、あれ向こうに行くのどうするんだろうな。やっぱ先のどこから行くのが一番かな。ああ、仙北高速鉄道走る。はい。ああ、そこからも行けんだ。あそこも行けるんだ、あの向こうはな。ここ抜けるんだろう、こう。抜けますね。ちょっと雨濡れたけどね、ちょうど一周回りましたけど。はい、ありがとうございました。白崎公園でございました。